昭和29年のシコタン島、ハボマイ群島タラク島は、ハボマイ群島の島の一つである。タラク島と表記される場合もある。ロシア名は、パロンスキー島、英語表記はポレンスコ語。地名の由来は、アイヌ語のトララウクが、トラクに変化したことから。かつてアイヌは、アザラシの皮を裂いて、皮紐にしており、本島の北にある、トカリウシが島の名前と関連付けている。 ハボマイ群島の中で最も北に位置し、最高部でも海抜30メートルであり、地形は平坦である。樹木の植生はほとんどない。戦前の人口は231世帯1457名。両校を有しないことから、昆布漁をはじめとする海藻採取が中心であった。牛馬の放牧も年中行われていた。江戸時代には周囲は合理14丁ほどで、 平らだが、中ほどは、少し高い。柏の講義があるという。海岸は、岩がちで、海産物が豊富なためアイヌが小屋を建てて、遅い時期までニシンを取っているとの記録がある。日本は領有権を主張しているが、現在もロシア連邦の占領、実行支配下にあり、ロシア沿岸警備隊が常駐している。戦後から現在まで無人島であると思われたが、2009年に、 ロシア人が2007年から在住していることが判明した。当該地域の領有権に関する詳細は、千島列島及び北方領土の項目を、現状に関しては、サハリン州の項目を参照。ありがとうございます。